気合の入った声を響かせるのは五十回今治道場の道場生たちです。五十回今治道場では現在園児から高校生までおよそ40人が入門し鍛錬に励んでいます。この日も鋭い突きや蹴りを繰り返し行います。五十流は日本における空手道四大流派の一つ。今治道場は1975年に発足しました。五十流はその漢字の通り、強くて硬い部分としなやかで柔らかい部分の両方を兼ね備えた流派です。五十流は近い合間での攻撃や関節技を想定している流派で、円の動きで相手からの攻撃をかわし、短い距離で爆発的な力を出す技術を磨いています。また大きな特徴として呼吸法が挙げられます。五十流の特徴としては、まずは一つ他の流派と大きく違うところは呼吸法になります。鼻から吸って口から出すという、息吹をしっかりとした呼吸法を使いながら、しっかり肺に呼吸を入れて、それを腹式呼吸で出すっていうイメージで、呼吸しています。脱力した中で、呼吸法を取り入れてしっかりとスピードを、持ってインパクトを強くというのも呼吸法の一つかな。これが五十流の特徴になると思います。五十回今治道場では道場生の多くがさまざまな大会で上位入賞を果たしています。そのうち技の美しさや力強さなどを競う型で道場内屈指の成績を残しているのは今治西高校3年生松屋さくら子さんです。松屋さんは小学4年生の時、道場で指導者を務める父の影響で空手を始めると、すぐさま頭角を現します。一番最初に出た試合で初優勝をして、すごく驚いたんですけど、そこからやりがいを持てて、空手にどんどん没頭していきました。高校3年間、県や四国の大会では好成績を残すものの、全国大会ではその高い壁にぶつかった松屋さん。しかし今年10月に行われた国民スポーツ大会では、これまで培ってきた力を発揮し5位入賞を果たしました。高校3年生最後の国体で5位入賞という結果を収めれて、本当にほっとした気持ちとやりきったなという気持ちです。得意な型はクルルンファ、一番磨いてきた演武です。クルンファは本当に始めた頃から第一指定型として絶対使う方ではあったので、一番練習をして、一番これから大学生になっても使う方なので練習してます。
大学生になってインカレとか全日本とかどん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 活躍の場が広がってくると思うんですけど、どの場面に行ってもいろんな人から応援されるみんなの目標となる選手になりたいです。また1対1で相手と戦う組手では今治南高校3年の山岡佳奈さんが全国高等学校空手道選抜大会で5位となりました。山岡さんはいとこの影響で4歳の時に空手を始めました。空手の点数を取り合って勝敗をつけるところが好きです。全国大会とかで勝っていったら楽しいなって思います。得意技は刻み突きと前足の蹴り。男性相手でも打ち負けない力強さを持ち合わせています。大学でも空手を続けるので、また愛媛県に貢献できるように、そして道場の後輩から尊敬されるような選手になっていきたいなと考えています。友人として、そして最高のライバルとして、二人はこれからも高みを目指します。成績も残しているので負けないように、そのライバルみたいな感じで刺激し合いながらいい仲間だと思っています。やっぱり小さい頃からずっと一緒にしてきて、一番の理解者として、一番のライバルとして、二人で切磋琢磨して頑張ってこれた存在だと思います。またこの日は小学生を中心としたクラスが10日にマルシェで披露する演舞の練習をしました。今治道場では現在小学生が一番多く在籍していて、道場では楽しんでもらうことを心がけているそうです。
空手イコールやっぱ厳しいとか怖いとかっていうイメージがすごく強い競技かなと思ってるんですけど、比較的うちの道場に関しては子どもたちも本当に楽しく、学んでくれてるかなと。笑顔が絶えない、練習に心がけてます。ただやっぱり甘やかせて、遊ぶだけではダメだと思うので、礼節を持った上で礼儀作法、所作、そういうものはしっかりとした中で、練習していっています。僕自身も小学校1年生から始めて、ここにおる指導者はみんな小学生の頃から始めた、もう本当に兄弟みたいにやってきたメンバーなんです。まあ、僕たちが小1から始めて今現在も続けていられるっていうのは、まずはやっぱり楽しいのかなと。その楽しさをやっぱり子どもたちに分かってもらえれば、まあ、継続してもらえることもできると思いますし、いろんな子に入ってきてもらえるかなというふうに思うので、まずはやっぱり楽しいで、かつ強いっていう、そういう道場を目指したいかなというふうに思っています。より多くの人に知ってもらえるように、いろんなところでの演舞会なんかも始めやっていけたらいいかなというふうに思っています。豪十会今治道場では体験も受け付けていて、お問い合わせはご覧のところです。